VR と AR の台頭。未来の 3D デザインとして VR と AR の台頭があります。 VR 仮想現実と AR 拡張現実は 3D デザインの分野に革命をもたらす可能性を秘めた強力なツールです。これらの技術はまだ発展途上ではありますが、すでに製品設計、建築、インテリアデザインなど様々な業界で活用されています。 VR はユーザーを完全に没入型 3D 環境に置き込むことができます。これによりデザイナーは従来の 2D CAD ツールでは不可能だった方法でデザインを概念化し、検討し、コミュニケーションすることができます。例えば建築家は VR ヘッドセットを使用して建物のスケール感や雰囲気を体験したり、インテリアデザイナーはクライアントが家具の配置を異なる部屋で試してみるのを助けたりすることができます。 AR はデジタル情報を現実世界に重ね合わせることができます。これによりデザイナーは物理的なオブジェクトとデジタルモデルをシームレスに統合し、これまで不可能だった方法でデザインを視覚化することができます。例えばプロダクトデザイナーは AR オーバーレイを使用して 3D モデルの製品を実際のプロトタイプに重ねたり、ファッションデザイナーは AR アプリを使用して顧客にバーチャルに服を試着させたりすることができます。VR と AR の台頭により 3D デザインのプロセスがより効率的でコラボレーションしやすくイマーシブなものになることが期待されています。これらの技術はまだ初期段階ではありますが、今後ますます多くの業界で標準的なものになる可能性があります。 VR と AR が 3D デザインに与える影響の具体例をいくつか紹介します。まず製品設計です。 VR と AR を使用して製品の 3D モデルをより迅速かつ簡単に作成しテストすることができます。これによりデザイナーは物理的なプロトタイプを作成する必要性を減らし、市場に出荷までの時間を短縮することができます。建築もあります。 VR を使用して建物の 3D モデルを歩いたりインテリアを探索したりすることができます。これにより建築家やクライアントは最終的な設計がどのように見えるかをよりよく理解することができます。またインテリアデザインもあります。 AR を使用して家具や装飾品を仮想的に配置することができます。これによりクライアントは様々なオプションを試して完璧な空間を作り上げることができます。それからトレーニングです。 VR を使用して安全な環境で危険な作業のシミュレーションを作成することができます。これにより従業員は怪我のリスクを冒すことなく新しいスキルを学ぶことができます。さらにマーケティングです。 AR を使用して製品をバーチャルに試したりインタラクティブなマーケティング体験を作成したりすることができます。これにより企業は顧客とのエンゲージメントを高め売上を増加させることができます。このように VR と AR は 3D デザインの未来を形作る可能性を秘めた強力なツールです。これらの技術が発展していく中で私たちはデザインと創造性の可能性の新たな世界が開かれるのを見ることになるでしょう。